食ってやつだな。
戦闘先に進もう。
Thank you.
みんな行くわよ。戦闘終了。先に進もう。Thank you.
手ってやつだな。少々遅かったみたいね、姉さん。いらっしゃい、シェラザード。それからヨシュア。久しぶりに会えて嬉しいわ。ルシオラ、どうしてあなたが教授に協力しているんだ。それほど教授と親しくはなかったと思っていたのに。ここは私にとっても巡業で訪れた懐かしい地だから、つい興が乗ってしまったといったところかしら。懐かしい場所だっていうのにどうしてこんなことをしてるの。シェラ姉の気持ちも考えないで。エステル、いいわ、言葉で尋ねるだけじゃ姉さんは何も答えてくれない。答えるに値する実力を私が証明しない限りね。あら、さすがに私のことをよく分かっているみたいね。芸を教えてくれた時はいつもそうだったから。だから姉さん、私が力を証明できたら結社に協力する理由を教えてくれるっていいでしょう。前期と後期、恩義を司る式神たち。東方の巫術を私なりにアレンジしたものよ。シェラザード、見せてごらんなさい。私の元を離れてからあなたがこの地で得た力を見。分かった、銀線の力。
とくと見てもらうわ。お眠りなさい。おさらなさい。あら、
戦闘終了。先に進もう。あら、私の式神が倒されるなんて、剣聖の指導の賜物かしら。姉さん、どう？頑張ったご褒美に教えてあげる。私が結社に入ったのは自分の闇を見極めたかったからね。8年前、座長が崖から転落して亡くなったことは覚えているわね。当たり前じゃない。あの事故がきっかけで私たちのハーベン一座は。そう、一座は解散してバラバラになってしまった。でもどうして座長が一人であんな人気のない場所にいたのか、一体どうしてだと思う？どうしてって。答えは簡単。あの時座長は一人きりで崖の近くにいたのではないの。私が座長のそばにいて。何？何を言ってるの姉さん。だから言ったでしょ、ハーベイ座長は私がこの手で殺したの。冗談きついよ。だってあの時姉さんは自分の手で座長を殺してから何食わぬ顔でみんなの元に戻る。そしてその場で鈴を鳴らして座長の叫び声の幻聴を聞かせる。私の幻術を使えば造作もないトリックだったわ。やめて、やめてよ。 A さんが座長を殺したなんてそんなことあるわけないじゃない。本当の親子みたいにそれ以上に仲が良かったのに。だからこそ許せなかった。あの人が私たちの元から去っていこうとしたことが。え？また戻るのか。どうやら時間切れのようね。結界って何のために貼られてたの？結社は一体何をしようとしているわけ？残念だけど私たちも詳しいことは教わっていないの。教授に指示された通りのことをやっていただけだから。ただ隠された塔の内部を見てなんとなく見当はついたのだけど。待って姉さん、まだ全部答えてもらってない。ここまでよ。今度会えた時に続きは全部教えてあげるわ。それまでいい子にしてなさい。姉さん、
知らねえ。大丈夫、心配しないで。私は姉さんの真実に一歩近づくことができ、今はそれで十分よ。シェラザード、シリンの塔もこれで3つ。アルセイユに戻って最後の塔に向かいましょう。力で勝ろうと包囲網から逃れられるものか、そのまま追い詰めて打破せよ。イエスサー。やれやれ、なんとか夕刻までに人形どもを掃討できましたね。一息つけそうです。そうだな、兵たちも疲れているだろう。後の警備はゴズメに任せて、今日はゆっくり休ませてやれ。以上をもちまして、各方面からの報告は終わりです。アルセイユの遊撃士も含め、概ね順調と言っていいかと。そうか。しかし結社といっても、所詮は犯罪者の集まりですな。王国軍の敵ではなさそうです。油断するな。例の箱舟が残っている。警備艇には引き続き、王国各地の紹介に当たらせろ。なお緊急指令は全部隊に徹底させるように。了解しました。緊急指令、異変時における行動指令書か。義勇に終わってくれればいいな。ご苦労、カシウス・ブライトだ。突然ですまないが、彼をここに呼んでくれ。上空に到着した。石膏部隊からの続報もようやく入ってきたところだ。塔から現れた襲撃者は巨大な鎌を持つ少女だったそうだ。そっか、予想はしてたけど。レンちゃん。殲滅天使レン、
僕が結社にいた頃はまだ執行者候補だったけど、まさかあのパテルマテルを動かせるようになっていたとはね。ヨシア、あの巨大人形は知ってるの？結社のラボで開発されていた戦略級の巨大人形兵器だった。制御が困難で開発計画は凍結されたはずだったけれど、それをあのジョーちゃんは楽々使いこなしてたんか。末恐ろしいちびっこやで。大丈夫ティータ、そんな顔しないでってば。絶対にあの子の目を覚まさせてあげるから。お姉ちゃん。ちょっと楽観的すぎるかな。いや、ひょっとして君ならあの子の心に届くかもしれない。一緒に呼びかけてみよう。装置の方は試作品の完成まで塔から戻ってくる頃には何やれやれ、ほっとしたぞ。どうにか間に合いそうじゃの。
いよいよ琥珀の塔。それじゃあさ、いよいよ最後の塔か。前の塔みたいに一本道だったら迷わなくていいんだけど、手強いガーディアンに立ちふさがられるのも大変だけどね。もうすぐ日が暮れる。なるべく急いだ方が良さそうだ。うん、レン、みんな気合を入れていきましょう。ああ、出直してきた。出直してきた。相手が悪かったな。戦闘終了。先に進もう。出直してきた。まだ負けられないんだ。負けられないんだ。戦闘終了。先に進もう。
相手が悪かったな。
顔洗って出直してきた。相手が悪かったな。終了、先に進もう。戦闘終了、先に進もう。戦闘終了、先に進もう。
闘終了。先に進もう。受けられないんだ。
が留守にしている間に箱舟から逃げちゃうなんて。でもまあいいわ、こうして遊びに来てくれたんだし。あ、遊びに来たって。それから会いたかったわ、ヨシュア。まさかこんなところで君と再会するとは思わなかったよ。大きくなったね、レン。当然よ、レンはもう11歳なんだもの。ヨシュアもしばらく見ないうちにすごくハンサムさんになったのね。冷たい瞳をしていないのは、でも今のヨシュアも悪くない。そうか、ありがとう。まったくもう相変わらずませてるんだから。あのね、レン、私たち結社の計画を阻止するためにここに来たのよ。そうみたいね。レンも退屈なのは嫌だし、付き合ってあげてもいいわよ。楽しませてちょうだいね、レン。悪いけど私はレンと争うつもりはないわ。それよりも話をしに来たの。お話？ああ、ひょっとしておとぎ話でも話してくれるの？ううん、結社の仲間になるって話、せっかく誘ってくれたんだけど、改めて。ま、ヨシュアと再会できたし仕方がないかもしれないわね。でも考え直した方がいいわよ。エステルたちが頑張ったって見くらう蛇は止められない。それはヨシュアが一番よく分かっているはずよね。それは、それに結社に入ればエステルはもっと強くなれるわ。そうすればレンと同じ死んだかさって素敵だと思わない？強くなれるっていうのは心惹かれないでもないんだけど、でもそれは本物の強さじゃないと思う。少なくとも私にとってはね。私は確かに強くなりたい。お母さんみたいに大切な人を守れるくらいに、ヨシアを心配させないよう自分自身を守れるくらいに。エステル、でも結社に入ったりしたら私は私じゃなくなっちゃう。本当の自分として強くなれなくなる。それじゃ意味がないと思うんだ。わからない、エステルの言ってることはレンにはちっともわからないわ。本当の自分って何？それって、私はレンのことが好きだよ。混ぜてていたずら好きで意外と思いやりもあって、いろいろと騙されちゃったけどあんたのことは憎めないのよね。でもだからこそ私はレンに結社にいてほしくない。大人になって自分自身の意思で選ぶのならともかく、子供のあんたがそんな場所にいること自体間違ってると思う。このまま大人になったら取り返しがつかなくなるから。だから。気が変わったわ。え？さすがね、ヨシア、なかなかの反応速度だった。君こそ大使、どうやら殲滅天使の異名は伊達じゃなさそうだね。そう、レンは強いわ。闇に紛れて動くしかない。漆黒の牙よりずっとね。ちょっとレン、いきなり何をするのよ。気が変わったの。レンの仲間にならないんだったらエステルなんか死ねばいいわ。ヨシアも他の人たちも全員ね。死ねばいいなんて物騒なこと言うんじゃないわよ。もう頭きた。お尻100叩きにしてやるんだから。エステル、落ち着いて。彼女を甘く見たら。ヨシアは黙ってて。子供のしつけと同じよ。甘いわね、エステル。
ティルのそういうところ今は大嫌い。ナンバー15、これより敵集団の殲滅に入るわ。あら、連れてきた子が全部やられた。結構やるじゃない。いい加減にしなさいよ。こんなことばかりして本当にレンは楽しいわけ？もちろんよ。レンはね、人が苦しむ姿を眺めぽっかりと開いた胸の穴が埋まっていく気がするから。レンはね、人が痛がる声を聞く夜ぐっすり眠れるから。そうか。ヨシアは黙ってて。ねえエステル、レンには小さな頃偽物のパパとママがいたわ。え、偽物のパパとママ、二人とも大好きだったけど、お仕事とかで失敗しちゃってね。レンのこと、悪い大人たちに引き渡しちゃったのよ。必ず迎えに行くからねって、泣きながら何度も繰り返してね。それって…その人たちに引き取られた後、レンは、いろいろなことをやらされた。大抵のことはすぐに慣れたけど、痛くされるのだけは慣れなかった。同じくらいの子たちもいたけど、すぐに具合を悪くしちゃって、
いなくなっちゃうことが多かった。そんな生活が半年くらい続いたわ。クソ野郎どもが。ゲドウが。結局ね、パパとママは偽物だったのよ。本物なら、レンが痛がっていたらすぐに迎えに来てくれるはずだもの。そうでしょ、エステル。でもいいの。代わりにヨジアとレーベがレンを迎えに来てくれたから。悪い大人を皆殺しにしてね。結社はたまに下劣な犯罪組織を潰すことがある。もちろん正義のためじゃなく、自らの秩序に組み込むためにね。そんな任務の一つだったんだ。そうだったんだ。結社に引き取られてからレンはいろいろなことを学んだわ。ヨシアからは隠形術を、レーベからは武術を教わった。他の人たちもそれぞれ得意とする分野を教えて、そして13工房では人形とお友達になる方法を教わって、そこでレンはバトルマテルに出会った。あの時の人形かよ。でかい。ゴルディアス級戦略人形、パテルマテル。子供のリンが結社にいること自体間違って、このまま大人になったら取り返しがつかなくなる。そんなの嘘。結社に引き取られてからレンは本物のパパとママに会えた。この世で一番幸せな女の子になれた。レン、それを否定するなら、エステルはレンの敵よ。パパとママに潰されて苦しみながら死ねばいい。美酒ってやつだな。なんて硬さだ。
パワーも装甲もトロイメラ以上か。しぶといわね。いいわ、もう飽きちゃった。パテルマテル、出力全開でエステルたちを。塔が解放されたのか。つまらないわ。もう少し持ってくれたらまとめて皆殺しにできたのに。ベータが役目を果たした。塔が元通りになるのも計画の一部だったというのか。そう、レンも詳しくは知らないわ。ただここを包んでいた結界は和の手だって聞いたけど。輝く和のどういう意味なのかしらね。それじゃあまたね。今度会った時まとめて殺してあげるから。各地に現れた人形や装甲銃はひとまず退治されたとのことです。警戒態勢こそ続いていますが、じきにそれも解除されるでしょう。そうですか。いろいろわからねえこともあるが、塔の異変も収まったし、一息つけそうな感じだな。そうね、そうだといいんだけど。だがどうにも敵の意図が見えんな。エステちゃん、なんか元気あらへんな。あのちびっ子のことか。うん、あの子の事情も知らないで余計なおせっかいを焼いてひどいこと言ったのかなって。お姉ちゃん。エステルさん、私なんか人生経験もないし、みんなに守られてばっかりで。そんな私があの子のことを救ってあげようだなんて虫が良すぎたのかもしれない。それは違うよ。え？レンはね、本当の意味での天才なんだ。あらゆる情報を瞬時に吸収して自分の力として取り込んでいく。どんな環境にも即座に適応して自分と周囲を制御していく。そんな能力を生まれながら持っていたらしい。そうなんだ。結社に引き取られる前、あの子が置かれていた環境はとてもひどいものだったけど、でも僕と違ってあの子の心は壊れなかった。どんな逆境すら対処すべき環境変数として把握できたから。だから自分を保ったままでいられた。でもそれって、
そうだね。いくら感情を制御できても心が痛くないはずはないと思う。僕が知っている限り、レンがあんな風に高ぶったのは見たことがない。それは多分君の言葉がレン自身も気づかないような本当の部分に届いたからだと思う。君だからできたことだよ。よっしゃ、そういうことならへこんでばかりもいられないか。見てなさいよレン、今度会った時は本当のあんたと徹底的に向かい合ってやるんだから。お姉ちゃんってばやれやれそれでこそエステルちゃんやで。ま、それはともかく、とりあえずこれからどうする。結社の意図がわからない以上、王都に戻るのもなんだと思うし。それなんだが、今日のところはレイストン要塞によってはどうかな。そうすればカシウス巡将と今後についても相談ができるだろう。あ、確かに。そうした方が良さそうですね。それではユリアさん、レイストン要塞に向かってください。了解しました。大変じゃ。おじいちゃん、どうしたの？そんなに慌てちゃって。お前さんたちが塔で見つけたデータクリスタルじゃが、その一つをたった今カペルが解析したんじゃ。え？何が記されていたんですか？デバイスタワーの機能じゃ。四つの塔は輝く輪を異次元につなぎ止めておくために建造されたものらしい。異次元？そんなところに輝く輪が。ちょっと待ってよ。それじゃあもしかして。うん、その異次元に属していた空間なんじゃろう。そしてゴスペルの正体は。ええ、輝く輪の端末です。教授。何？この人がどうして勝手に。リオン、一体どうなっているんだ。わかりません。先ほど通信が入ったと思ったらいきなり制御が奪われて。ハッキングというやつか。高度な情報処理システムがあだになってしまったようじゃの。はじめまして、ラッセル博士。それだけのシステムを自力で実現されたとは驚きです。さすがあのエプスタイン博士の直弟子の一人なだけはある。フッ、嫌味か。言っておくが、航行制御はシステムから独立しておる。操ろうとしても無駄じゃぞ。いえいえ、そんなことはしませんよ。せっかくの決定的な瞬間を見逃してほしくなかったのでね、わざわざ連絡しただけなんです。何？決定的な瞬間？その1だと前方甲板に出るといいだろう。それでは皆さん、良い夜を。よっしゃ。あ、甲板に出よう。どこ？前方甲板から一番よく見える方向。ありゃ。ユリア隊、急いで艦を下ろすんじゃ。
シウスが伝えた緊急指令があったじゃろ。急がんと手遅れになるぞ。それらを通じて己をつなぐ杭を引き抜き、そして今暗き深淵より蘇った。それが第三段階の真相か。そのとおり、諸君の働きのおかげで第三段階は無事完了。これより復員計画は